悪質な自転車の運転をする運転者に対し安全講習受講の義務化を盛り込んだ改正道路交通法が今月20日に閣議決定されました今年6月1日から施行されます、はい このことにつきましては、たじみこさんからもいただいて、もうこれ先週の時点でね、いただいておりました。じゅんちゃんからも、はい。それから A69 スケさんからもいただいておりまして、たじみこさんももう一生懸命書いていただいて、危険行為とかいうようなことについてね、はい。自転車の運転の、 時の危険行為について、えーま、後に出てくるでしょうか3年以内に2回以上違反した場合にはというう、ねはい、うななねどるんだろうというなことですね、はい、ここのところはあの道路交通法、ま、あの道路事情とかそれからあのいろんなその私たちの身の回りの環境が変わってきたので道路交通法もちょっとずつこうあの改正する。うん ということが段階的に行われていますけれども、自転車、これもね、もう前々からあの言われてましたが、うんあの、さらに改正されるということうん、うん、まあちょっと厳し,く厳しくなるというかね、えーあの、ルールができてきますよと歩いていても、車に乗っていても、危ないなと思うことありますよね、歩道なんか全速力でバーンと行ってで、私なんかやっぱり肘、うん、ハンドルに肘当たったことありますかが、うん、ガーんと、あついたって言いながら、もうずっと向こう行ってしまったりとか。はい 車に乗ってましても、無灯火でもって、うん、止まれのところも関係なく、さあ、あと前を横に行っていくときなんかは、ドキッとしますね、うん、ああいうときはね。あの、今まで自転車が絡む交通事故っていうと、うん、よくまあ、あの、言うのは、車を運転してる人が急に飛び出てきて危なかったわーとかっていう、え、ことが多かったんですけれども、はいはい、あの、まあ、もちろんそれもあるんですが、<る>今回の改正っていうのは、うんうん、自転車が、 加害者になるる事故が増えている今まではどちらかというと、まあ自転車の、あの、まあ無謀な運転でもって、でも自転車が引かれるっていう被害者になってて、車の人たちがおい,おいっていう、引いちゃっておい,おいっていうようなことが多かったんですけど、えー、まあそれもあるんですが、今回の場合は自転車が加害者になる事故が増えてるということなんですね。うんうん、この10年で見ても、自転車が関わる事故増えてまして、その中でも加害者になる事故、えー、2013年には全国で8041件、 そのうち死亡事故が93件死亡事故までいく私の場合は、肘がむっちゃくちゃ痛かっただけで終わったんですけどもね。はい、これはだから、さっき言ってたその、えー、自転車が加害者になる場合ですね、だから自動車が絡んでこない、うん、例えば自転車と歩行者の場合は、自転車の方が加害者になりますからね、うんうん、あと自転車単独とか、自転車同士の事故、うんうん、こういったところでも、えー、死亡事故なんかが出てるということですから、うんうん、やっぱりぶつかっちゃって危ないなどころの騒ぎではないんですよ。うん、はい で特に自転車と歩行者の事故っていうところで見ると、うんうん、10年で329件増えてるんですね。<ー>で、えー、交通違反をした自転車運転,車運転手、要するに自転車のマナーの悪い人ですわね、うん、摘発数を見ると、2013年の摘発は7193件、うん、2006年と比べておよそ12倍になってるということで、やっぱり自転車のマナーが相当悪くなってると、うんうん、危険だなと。 ということで今回の改正に至っているわけですで今回の改正では、ですね自転車が加害者となる事故の原因というのを検証しまして、14の項目を悪質運転危険行為としましまたどういうものか具体的に言っていきますと、まずは基本的な交通ルール違反です、信号無視であるとか、一時停止違反、通行禁止違反、通行区分違反、で遮断機が降りた踏切への立ち入り、これ、全部自転車でもだめです。 うんはい、なんとなく、ピーっとね、車だったらちゃんと気をつけるんだけど、うん、自転車だとあの一時停止とかしないで、びーっと行っちゃうよっていうのは、全部だめなんですね、これね。はいはい で自転車同士または自転車と自動車でのルールの中でのルール違反、うん、交差点での優先道路通行者の妨害など、うん、それから交差点での右折車優先妨害など、うん、これ車乗ってて、ピッと飛び出してきたときに、あ、うん、ーってなるときってね、さっき言ってました、うん、このあたりですね、うん、それから歩行者との関係、歩行者専用道、道での徐行違反、路側帯の歩行者妨害、歩道での歩行者妨害。うんうん で、安全義務。これはもう自転車、ブレーキのない自転車を運転するとか、それから。最近よくあれですよね、うん、あのペダルで持って止まるんでね。そうそうそう。わざわざ外してたりするブレーキの整備違反はもちろんのことでしょうけれどもね。これはもちろんだめですよということです。はいはい、それからあの、飲酒運転、車の飲酒運転はもう言語道断ということは、もうずっと叫ばれてますけれども、自転車もだめです。 うん、はい。うん、だから、あの、車に乗れないから、自転車で来たわって飲み会に行くのはだめです。うん、これもだめです。酒酔い運転、自転車もだめです。うん、環状交差点での安全振興義務違反。うん、はい。それから、これはよく見ますかね。携帯電話を使いながらの運転。 して事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反。うんうん、はい、こういったことが悪質運転危険行為という十四の項目になってます。うん、はい、こうやって明文化することによって運転者に。 こう意識、ね、してもらって加害者となる深刻な事故を減らそうというのが今回の狙いなんですね。うん、で違反した場合どうなるかといいますとさっきリスナーさんからもお便りが寄せられていました、うん、3年以内に2回以上摘発された違反者は3時間ほどの講習を受けなければならないそうです、うんはい、で事故を起こした時にあにイヤホン耳に入れていた場合なんかも危険運転ということで対象になるのでなり得るので気をつけてくださいねってことでした。はい で、その講習、3時間ほどの講習って中身どんなのっていうのは、まだちょっと検討中らしいんですけれども、交通ルール全般に加えて違反した項目に応じた内容にするようということで検討されています。有料です。受講料5700円ぐらいになるんじゃないかと言われています。で、これを、やら、受けない で、受講しなかった場合、はい、5万円以下の罰金が科せられます。いれは,金はい。えー、14歳以上が対象ということで、うん、はい。あの、14歳以上の人たちはみんなね、気をつけてください。うん、まあ、うん以下、以下も気をつけなきゃいけないんですよ、もちろんね。はい。で、えー、まあ、今回その講習がありますよって、講習受けてください。有料の講習。そして、えー、受けなかったら罰金もありますよということなんですけれども、うん えー、それ以前、あのこれまでも違反者に対してのいろんな罰金、罰則などはありました、うん、さっき言った飲酒運転、これは5年以下の懲役、または100万円以下の罰金、信号無視、一時不停止とかは、えー、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金、うん、無等下も5万円以下の罰金。うんえー 今まででももう様々な罰則があります。今回のルール改正は6月1日からの施行ですけど、今言ったところはもうすでにありますので、これ今でもやったらこういうふうになります。うん、はい。うん、まあもちろん罰則があるからや,やらないよっていうんじゃなくて、うん、あの、危ないので。これ自分のためですよね。うん、今ジョギング夜してる人でも、あの、発光したピカピカ光るようなテープ、こう、胸のとことか、靴なんかでも、あの、発光する、光にバッと反応して発光するような、 ジョギングシューズなんか履いて夜走ってますよ皆さんね、はい、ジョギングする人でも、うん、ましてや自転車なんかは自分の存在の位置はちゃんとですね、はい、示した方がいいですよはいねあの、うん、いろんな問題がこう叫ばれていて自転車って特にあの車と違ってあの免許がないですから乗れたらちっちゃい子からみんな乗っちゃうので,うん、うん、でしかもあのそ最初に 車のようにこう習わないでしょ。うん お父さんお母さんに教えてもらってっていうぐらいで、乗れるか乗れないかぐらいの教えてもらい方しか、なかなかしないで、まあ最近は学校なんかでちょっと講習ルールみたいなのを学ぶところもありますけど、それも必須じゃないので、なんとなくの感じでみんな運転してきちゃうわけですけれども、やっぱこうやって死亡事故も起こったりとか、自転車も車両ですっていうふうに道路交通法では決められていますので、いろんなルールっていうのを、もうやっぱちょっとずつね、しっかりと定められてきてますから、それに即した状況で、大人 もちろんそうですけど、お父さん、お母さん、子供にもですねだからその辺の道路交通法みたいなもの、をしっかりと、うん、今のところ、親は教えるしかないみたいなところがあるので、教えてあげた方がいいですし、もちろん大人も危険な運転してる人いっぱいいますから、うん、私たちも含めて気をつけていきましょうということで、またまたちょっと厳しく改正されますよというお話でした、うんはい、本当にこのあたりのところに今までね、ずっとなんか、あ曖昧にと言ってはあれでしょうけどもね。うんはい どうなんていう,ようなことで、ひやひやドキドキしてた部分が、きちっとこれからね、はい、あの法制化されていくんだろうと,、はい、ということだと思います。はい